早くてメイクしきれてないんですけど、今回なんですけど、はい、最近ちょっとね気の病むことが多いと思うんで、まあ、携帯壊れたりとか今回は YouTube の企画としまして、みゆちゃんにこうリラックスできる旅をプレゼントしようかなと思います、はい。まあ、いつもだとホテルとか泊まると思うんですけど、はいはいはい、ちょっとテイスト違って旅館に泊まります。旅館、はい、まあ、まあ時間もないんで行きましょうか。はい、車椅子ユーザーでついた辺とかも旅館撮ったことないんで、そういったところも発信できたなと思います。最後まで見ててくれると嬉しいです。車両指定席の特急列車です。号車と2号車にございます。はい、ということで浜市坂駅に着きました。改札がさ、1個だから絶対迷子にならない。待ち合わせ絶対迷子、絶対合流できる。ことぶきさんです。どんな旅館なんやろ。ここはてか、お楽しみ。階段ちょっとあれなんで右側にスロープあるんで。はい、フルーツベスト2なんだけど。じゃあ本日ヘッドマッサージを受けていただくんですけれども、はい、それにあたって問診票のご記入をお願いしておりまして、ケイトのことと熱行しました。一番この旅館で高いスイートルームみたいですね。おいくらですか？それはちょっとサイトを見てもらって。すごいよ、コーヒーやん、いろんなのある。なんか良さげです。うれしそう。それは車椅子で入れそうですね。なんかいい感じそう、見た目ちょっとなんかこう椅子が重たるけど、まあでもこれ、まあ、全然すっぽりいけます。いい感じ。ここの部屋ね、すごい一番の醍醐味が、うん、部屋に温泉ついてるんですよね。露天風呂なの？露天風呂というか、まあ見てみたらわかります。おー、ここの旅館、大浴場も、うん、全部このなんかドライヤーがダイソンじゃないですか。ダイソン使ったことないんやけど、結構さ、有名なさ、モデルさんとかインフルエンサーさん使ってるイメージだけど、使ったことない。すごいすごいすごい。バイクのやつが揺れてるわ。多分視聴者さんには伝わらない。伝わらない。すごいよ。その後ろにあるのが、すごい、ね、なんかトイレがさ、部屋のがさ、使えるかわかんないが、椅子をもう一個置いといたらどうかな。そうかな。 SNS をさ、事前にさ、たくさん見てくれてさ、椅子があったらいけるかなと思って置いとき
ストアってさっき言ってましたよ。めっちゃありがたい。おやつはいけそう。ギリギリまで入って綱渡りみたいな。あ、いけますか。いけるわ。ありがたいよね。これさ、だってこれなかったらこっからここって無理さ、結構窮屈いやん。手すりとかないし、椅子あるだけでさ、開けるからさ、 SNS 見てくれて用意してくれたっていうのはめちゃめちゃありがたい。ということで、まあ、この後はちょっと時間あるんで、はい、ちょっと散策ですね。ちょっと行こう。この旅館の周りもなんか観光スポットがちょこちょこあるみたいなので少し散策しましょう。はい、あずそうやな。なんかちょっと食べる？温泉で卵茹でたりとかできるみたいな。うん、卵？卵やりたい。卵入れてしました。その卵を、はい、もくもくなってる温泉の中に、はい、つけて、はい、10分ぐらい放置らしいです。そうすると、ゆで卵ができる。そうです、温泉卵。温泉卵か、温泉卵。ゆで卵になるのか、温泉卵。温泉卵。ただちょっとね、ここ段差があるんで、うん、一旦ちょっと男手で持ちます、はい、お願いします。からそれをこの温泉の中に入れます。はい、つけてください。ミュウの誕生日の番号にするわ。はい、14番生卵、バイバイ。あっちあっちあっち、いいよ。じゃあこれから10分待ちたいと思います。はい、はい、じゃあ時間になりました。はい、卵あげましょう。できてるかな。さすがに熱いからできてるよ。熱い。15分程度って書いてある。どうですか、触った感じ。熱い、めっちゃ熱い。ゆで卵食べよう。ちょっと中身どれぐらいの黄身の具合かねえ。本当に茹で入れてたらいいですけどね。温泉卵みたいになったら悲惨ですよ、ね、茹で卵ちょっと割って食べてみましょうか。はい、果たしてできているでしょうか。あちちちちち、いくよ。柔らかめ。リスク管理してて。食べていい？はい。塩つけます。いくよ。怖い、本当に。ん？全然怖くないじゃん。なんか違います？温泉で茹でた卵は。でもなんか若干硫黄の香りがする。それ卵やからじゃないですか。卵って硫黄の香りとって。そうなの？知らないんだけど。君が。うん。全然いい感じだよ。本当だ。ちょっと柔らかくて。この後ちょっと旅館戻って大浴場でちょっと時間。汗流そう、ね。じゃあ行きましょうか。はい。じゃあ今から大浴場にお風呂入りに行きます。はい、ちなみに特別に撮影許可をいただいているので今だけ大浴場なんですけど貸し切り状態になってます。はい、行ってらっしゃい。温泉入ってる動画は2回目ですね。うん、すごい。でも久々じゃないんだ。半年ぐらい。半年
かなとか。上がってきました。さっぱりしました。汗流してきた。はい、この後は食事なんですけど、これですね。もう大浴場の目の前。カマード。なんか雰囲気のある。今日朝からさっきの大福しか食べてないからね。行きましょうか。行きましょう。いらっしゃいませ。このまま行ってくる。あ、ここ。すごいすごい。食と医療の提携をテーマに、旬の食材とともに食材の効能を知りながら楽しめる医療理コース料理。献立メニューに食材の効能が書かれていて、濃いの初めて見ました。すごいよね。乾杯しよう。ケピセラピーを受けてます。はい、あれだよね、最初にチェックインの時にカウンセリングシートやったやつだよね。そうです、そうです。じゃあ行きましょうか。はい、お願いします。あ、すごい。すごい、結構なんか好きなテイストと。なんかいい夫婦が泊まってそうな感じの。まあ、シャラさんのようにこう今何かこう体に不調を感じている方っていうのは、まだまだこう睡眠の質に伸びしろがあるというふうに考えられまして、快眠セラピーは大阪本町にある話題の快眠サロン睡眠監修の手術が受けれます。お宿ことぶきだからこそできる最高の癒しと眠りのメソッド。本当に気持ちよくてこのまま手術中に寝ちゃいました。ぜひみんなも日常の疲れを忘れ、睡眠の質をね、上げてもらいたいな。私はこの後起きたけど、実際お風呂やご飯を済ませた後に受けてこのまま眠ってもいいそうです。ちなみにベッドではなくお布団の部屋のタイプの場合は、1階に手術が受けられるサロンがありました。はい、セラピーの方が終わったので、次はいろりバー、1階のところにあるいろりでお酒を飲みたいと思います。気持ちよかった。いろりです。今から気をつけてくれるそうです。熱
暑いんですか、もうそれは。ちょっとだけ火を、種火を入れて、今からまたどんどん強くしていく感じです。すごい、こんな立派な囲炉裏がある旅館はなかなかないです。はい、ということで、1階にある囲炉裏に行きました。さっきレストランの時に聞いたんですけど、あのここではなんか地酒とかも楽しめるそうです。普段からやってる、ずっとやってるわけじゃないんだけど、たまにやってるそうです。レアですね。そう、今日はちょっとすごい、なかなかないですね、このいろりで。もともとね、なんかいろりあったまま生かしてここら辺リニューアルしてるってさっき言ってたよ。とりあえず行こう。ここも普段バーとしてですか？ここはバーとして使えるんですけど、今はあのお客さんがたくさん入った時とかだけ使ってます。いろりとなんか匂いもすごいね。うん、アロマの香りが入ってるんだって。なんか、ね、横に日本酒置いてカッコつけてますね。飲めないのに。飲めない、言わなくていいやん。おつまみ用意してくださいました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。これなんて読むんでしたっけ？文太郎。文太郎、そのままやった。文太郎さん、ダメっすね。ダメだよ、ダメっすね。文太郎さん、なんか、えぐみとか雑味とか多いやつってこの辺にめっちゃ詰まるんですよ。あ、マシュマロ焼き、これが一番いいよね、なんか絵的に焼いてくれました。いただきます。食に行きました。だし巻きと、切り干しですね。白イカのお刺身、ひじきに明太子、このものと中央があのフレッシュのトマトですね。広島産のものをご用意しております。後ほど真ん中にメインのセロ蒸しご用意させていただくので、手前3つの薬味はその際にご利用いただくものとなっております。ご飯はあの白いご飯かおかゆかですね、お選びいただくことができますが、こちらはいかがされますか？おかゆで。はい、はい、白いの。はい、かしこまりました。おかゆと麦味噌汁が来ました。セロ蒸しご用意させていただきます。で、干物をこう蒸し物にしているので、より身が柔らかいのが周りはのお野菜、季節のお野菜でいただいております。新鮮な野菜やセイロ蒸しなど、朝食も自然の恵みたっぷり。ご飯はお粥を選ぶこともできるし、湯豆腐など朝から体温まるご飯が嬉しいです。はい、ということで朝ごはん食べ終わったのでお部屋の温泉に入りたいなと思います。昨日ね、夜遅くてあのシャワー浴びるのに限界だったので、温泉使ってなくて露天風呂しか入ってなかったので、部屋の温泉を最後入ってチェックアウトしたいなと思います。大浴場の時車椅子から降りるシーン乗せてなかったけど、こんな感じです。結構いけそうじゃない？そうですね。でもちょっと危ないんで、ちょっとおおイエーイ、そこからはそっと行けないんで、
ちょっと撮りましょうか。撮る。撮りましょうか。撮りますか。よ、せーの。お、無事晴れるか。ふるっと髪の毛。ふるだよ、ふると思うのに。景色いいです。なんかね、ミュウの目線だと景色あんまり見られないのよ。山とか見えますよ。なんか、わかる？塀が。目の前に用意されたんだけど脱水にならないように水分を天然水と旅館が用意してくれてる水菓子ですか。20世紀梨って書いてある。ゼリーいいですか。贅沢ですね、朝からお風呂入って景色眺めながらお菓子食べて、うん、なんか不思議なんだけど温泉浸かりながらゼリー食べるのが初めてなんだけどこれ食べ終わってあちょっともうちょっと困ったらチェックアウトしようかな。はい、これあの鯛めしを炊いておにぎりにしてますのでどこかで召し上がってください。本日はどうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。すごい。ありがとうございました。ありがとうございました。今回なんですけど兵庫県の、まあ、旅館に行ってもらったんですけど、はい、YouTube の企画で、まあ、旅館に泊まるっていうことが初めてだったんですけど、うん、どうでしたか。楽しかったよ。やっぱり自分中さ、なかなか行かないところだったと思うよ。今回行ったところが特に温泉街として結構自分でも知ってた場所じゃなくって知らなかった場所を今回新しく行ったっていう目でそういうのも含めて旅館とその地域を知れてすごい楽しかったなと思った。全然なんかあれですもんね、あのバリアフリーっていう感じじゃないですもんね、普通に。あーそう ね、でも全然ありますし、でも温泉街ってなんか大体そんなもんじゃない。でもなんかこんな感じで行けるよって情報源になったらいいなって思うし楽しめたよ。よかったです。ありがとうございます。はい、リラックスできたのとそれでいいです。はい、いや本当に皆さんすごい素敵な旅館と素敵な場所を知れたのでよかったら行ってみてください。マジで行って損はないと思います。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価コメントお待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後お土産だけ買って帰ります。